様おはようございます。高蔵でございます。鼻が詰まりますな。またね、この明るいうちのね、動画の撮影になりましたね。今日はですね、8月4日土曜日、柏ショーなんですか、あれのオートバックスでですね、トラストさんのね、アルト&スイスポ祭りですか、まあ、フェアが開催されるということでね、これはね、早速ね、高蔵さんちょっと殴り込みかけていきますね。はい、というのは冗談ですけど、殴り込みはかけません。はい、普通にね、まあ、かねてより計画してました、ECU の方の書き換えをね、当日そのやっていただけるということで、まあ、ちょっとやってもらおうかなと思って今向かっておりますね。どうやらね、ちょっと気持ちがね、まあ、流行ってもしゃあないんですけどね、なんかね、無意識的にね、なんかそんな感じになっちゃってますけどね、まあまあまあ、のんびりね、時間はあるんで、のんびり迎えたいと思います。それでですね、まあ一つまああれですよね、この前に挙げたね、強化ピッチングストッパーをつけた後と前のあの振動の違いをね、ちょっと撮ってみたんですけどね、これはもうさすがは高蔵さんクオリティ、大変も違いがわからないというね、失態をね、犯してしまいました。誠に申し訳ございませんね、本当見ていただいた方には本当申し訳ないですね。あれはもう確かに分かんないですね。ちょっとね、リベンジもいらないか。すいませんね、もうね、まあ、こうしてね、失敗を重ねましてね、高蔵さんのね、動画をちょっとね、クオリティを上げていこうかなとは思ってますけど、他の方、ぜひ、強化ピッチングストッパー入れた方、ちょっとやってみてください。肉眼でね、確認されてる方なんかは非常にわかると思うんですけどね、かなりそのね、エンジンのその揺れっていうものは入れることで抑えられますんでね。ただこのやっぱね、振動ですよ。この GoPro を今サンバイザーにつけて撮ってるんですけどね、相当振動拾ってんじゃないかなと思いますけど、どうなんでしょうね、ちょっと確認してみないとわからないんですけどね。ドアミラーがだいぶ振動でこう揺れるんでね、あともう一個ね、振動でこう揺れちゃうところを発見しましてね、左側のワイパーのところがカタカタ言うんですよね。これがね、高蔵さんの車の場合はそういう振動が出てますね。はい、まあ、高蔵さんはね、もう振動大好き人間なんでね、もうバイクの振動から車の振動、あらゆる振動に、対応できるんでね、高蔵さんは。対応と言いましても体と気持ちの面ですけどね。はい、ということでね、まあ今向かって、それでね、書き換え終わりまして、帰りの道中ね、また一発動画撮ってね、まあこの昼間の16号沿いじゃ踏めないと思うんで、ちょっと今日の夜ね、夜走りでもう一発ちょっと本域モードで本域でもないかな、まあ、ちょっとね、やんちゃな走りでどんなもんだかね、ちょっとチェックしたいとは思います。ということでね、一旦動画はこの辺で終了したいと思います。次動画チェンジになったらもう ECU 関わってますんでね。でそれではお楽しみくださいませ。では
皆様こんばんは、高蔵でございます。まあ、多分これこの動画は昼間からのつなぎで入れるか、これ単体でまあ上げるか、どっちかになると思いますけどね。ですね、今日は、まあ、ご覧の通りね、真っ暗でございますね。高園さん大好きな夜走りに来ておりますね、今日は。今日、まあ、この動画撮ってる日は8月の4日の土曜日なんですけどね、午前中に柏湘南のねオートバックスさん、あそこでアルトワークスとスイフトスポーツですか、あれのトラストフェアがね開催されてました。高蔵さんはねそちらに行きまして、このアルトワークスちゃんの ECU を書き換えてきました。廃屋仕様でやってきましたね。私の前にもう一方ECU の書き換えをやってらっしゃった方がいまして私は2番目でしたね。ECU の書き換えっていうのはなかなか時間がかかるようで1時間ちょい待たされましたかね。でですね、まあこうここ来るまでの間にちょっと走ってきて、まあ、このねフィーリングと言いましょうか、 ECU 書き換え後のねドライブがどう変わったのかと言いますと、まあもうごちゃごちゃしたもうことはもう私言えませんで、これはやばいですね。相当楽しいです。いや楽しすぎてですね、ついついこのアクセルを踏みすぎてしまうというね、とんでもないことになってますね。これは燃費は悪化するわけだな。やはりそうですね、この5000回転超えてからね、まだまだこうグイッと加速してくるんでね、これはやっぱノーマルの ECU では体感できない感じですよね。なんかちょっと運転しづらくなっちゃうのかななんて心配してたんですけど、そんなことございませんね。普通にこうやってゆっくりね流すとこ音もできますしね、アクセルのね踏み加減一つで変わるんでね。ただただやっぱりこのまた回転のねこの吹き上がりがまたちょっと鋭くなるんでね、すごいなと。いやECU の書き換えってやっぱりこの体感できる要素がやっぱ多いですね、これね。素晴らしいですね。それでですね、ツイッターの方でね、ちょっとレッドワークスさんね、コメントいただきましてね、廃屋ECU の書き換えと、このクスコさんの強化ピッチングストッパーでしたっけ、あれの組み合わせはもう抜群だということで、おっしゃられてる通り、抜群ですね、これは。抜群すぎますね、これは。まずいですよ。非常に。抜群すぎて鼻血が出てしまいますね、これは。素晴らしい、これは。いやー、こんなに変わるもんかと、正直驚いてますよ、私。あ、これ間違えたな。これは、こっちだな。ごめんなさいね、間違えちゃいましたね。こっち来て、
とあやっぱついつい踏みすぎてしまいますね。危ないですね。これはよく石井ゆかき英語にね白と黒の憎いやつツートンからの赤色回して追っかけてくるね、あれのお世話になる人がやはり少なからずいるっていうのはよくわかりますね。これねやっぱついつい踏んでしまうんでね、でパッと見たらもうあーっていうスピードになってしまうんでこれは気をつけないといけませんね。これはいいね、楽しくなったねまたね。いやさあさあさあここまでチューニングしましたらやはりあとはあれですね、ケーキ類入れたいですね。なのでね高蔵さんのチューニングはまあね駆け足で進んできましたけども、まあ、一旦落ち着くのかなという感じですかね。あと一個気になっているのがありますけどね実を言いますとね、レーシングラジエーターってやつはちょっと気になりますね。あれ入れると水温の上昇がね抑えられるんじゃないかと思ってますけど、まあ本当どこに向かってんだかって感じですよねぼちぼちこれもあとブレーキ強化してねサス入れてってまあレーシングラジエーター入れてなんてやってたらもうサーキット持ち込めちゃいますね。まあでも高蔵さんまだまだサーキットはいけませんね。まだねちょっとこの MT のね運転下手くそですからね私。乗って MT そうですね運転しだしてようやくもう半年過ぎてね、もうなんか急に車が自信がついてねチューニングの方も進んでくれば全然サーキットもね行こうと思ってますんでね、まあその時はねあれサーキットの中って GoPro とかそういうのは撮って大丈夫なんでしょうかねちょっとふとした疑問が湧いてしまいましたけど、あと前々からですねこれ高蔵さんすごく気になってたんですけど、まあ走ってますとねなんかこうポン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 跳ねる感じなんですよね。でまあ今日、まあ、空気タイヤのね空気圧見るやつちょっと新調しましてね、で測ってみたら規定値よりもだいぶ多く空気が入れられてるっていうと思って、で純正のあれだと240でしたかね、単位はちょっと単位のあれなんて読むか忘れちゃいましたけど240っていうところが今日計測したら300近く入ってるんですよね。これこれ買った店にね点検出してるんですけど、なんか点検出した後跳ねるんですよね。空気圧 OK ですなんてよく言われるんですけど、
OK なのかこれ測ってみたらだいぶ空気圧高めに入れられてましたね。だから今日抜いて、まあ、純正のこのね表示されてる圧にして乗ってるんですけど、やっぱ全然変わりますね。まあ、こっちの方が好きですね、高蔵さん。あれはなんでそんな入れてんのかなと思って、今日不思議に思っちゃいましたね。ふふふふふ、タイヤのね、空気圧管理はね、これ熱くなると、やっぱちゃんとやらないとね、危ないですからね。よいしょ。さささささ。今日の動画は、まあ、この辺で終わりにしましょうかね。ちょっと高蔵さんね、この、ECU 書き換え後のね、夜走りを、まだまだちょっと楽しみたいと思っておりますんでね、安全運転でね、調子に乗らないように、はい。事故とかね、交通違反とかね、犯して、捕まっちゃうと、台無しですからね。よし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 。それではね、次の動画でね、お会いしたいと思っております。チャンネル登録してくださった方ね、誠にありがとうございますね。コメントもいただけて、とても嬉しいんで、何かしらね、コメントいただいた際には、お返ししたいと思ってますんで、お気軽にね、コメントしてくだされば幸いでございます。それではね、次の動画でお会いしましょう。高蔵でございました。では